はい、こんにちは、トウワツーです。 YouTube にてこんな動画を見つけました。ルイ・ヴィトンのファッションフィルムで、あのファンクラブっていう作品なんですけれども、マーク・ジェイコブスがいた頃の作品なんですが、ショーガール的な衣装と、あのライティングがいいのと、あとあの被写体のレイアウトの仕方が面白いです。制作ごとの話になるんですけれども、アドビからリリースされてるアフターエフェクツでもあのできるような感じなんですよ。あの55秒からのシーンとかですね、あの撮影した素材を並べていくだけなんですよね。で、まあ、もちろんあの陰影の付け方とか後処理っていうのはあのいろいろやってると思うんですけれども、アイデアはあのシンプルだけど、あのデジタルっぽくないアナログな感じも感じさせて、あの世界観がしっかりしている作品です。でアプローチがですね、あの VJ 的な感じもするんですよ。なのでですね、あのクラブで流してもあの音によく合うんじゃないかなって思いながら見ました。あのルイ・ヴィトンのファッションフィルムってあの実験的な作品が多いので、僕が作品を作る時の参考にですね、よくチェックしています。またあの紹介できればと思っておりますので、ファンクラブぜひチェックしてみてください。